赤ちゃんのお気に入りのお人形やおもちゃ、どうやってお手入れしていますか？口に入れたり舐めたりしてすごい心配ですよね。今回は赤ちゃんのおもちゃのお手入れ方法をご紹介します。晴れた日はこまめに干しましょう。赤ちゃんがお昼寝中に干すといいですね。洗える素材のものはネットに入れて洗濯しましょう。ぬるま湯につけて押し洗いしてもいいでしょう。市販の洗剤はできるだけ使わないようにしましょう。タオルで表面をから拭きしましょう。ベタつく場合はウェットティッシュで拭いてあげましょう。くぼみや縁の部分は綿棒でなぞりましょう。プラスチックは水で洗い流しましょう。洗った後はタオルの上に並べ、しっかり乾かしましょう。落ちない汚れは歯ブラシなどを使用しましょう。いかがでしたか？赤ちゃんの大好きなおもちゃ、きれいにお手入れしてあげてくださいね。